はい、どうもお疲れ様です。今日は12月13日ですね。朝6時の相場解説になっております。今日はね、この日足を見ながら、まずは下落止まりに本日8時50分に提供される日銀短観がどのようにブレイクに影響してくるかってことをお話していこうと思います。まずね、ご覧のように日足なんですけども、大きく下落をして下髭を出した陰線がありますよね。これは次の陽線の下髭でピタッと下落が止まったというふうに判断できましたけども、結局昨日の陽線っていうのがそれをさらにね、物語っていましたよね。さらになんですけども、今陰線が出てますけども、下髭が大きく、伸びています。まだ確定したわけではありませんけども、これを見ても下落が止まって急速に上の方に戻ってきてるってことがわかります。で、下落トレンドは下落トレンドなんで、下落トレンドね、こういうふうな下落トレンドは変わりませんので、移動平均線にぶつかる、もしくは乖離がなくなった時点でまた下の方に押し戻されると思います。そういった状況の中、本日の日銀短観がどのようにね、ブレイク、つまり上に跳ねる、下に跳ねるに影響するかってことを今日は見ていくことになります。そして判断ができてテクニカルが効きそうになった時点でエントリーっていう、そんなシナリオですね。4時間の方見ていきましょう。4時間、大きく下落したところがここで止まったのが、ここでもよくわかります。日足で止まったところが4時間だともっとわかりますよね。底堅く堅調に戻ってきて、で6円全部じゃないんだけども、だいたい5円ぐらい戻ってきて、さらにそれが戻しの戻しでさらにね、下の方に行きました。つまりはボラティリティが収束していってるところです。そして大きな下髭を出して下落も再度ストップして、今横ばいになってる状態ですよね。この横ばいになったところで、もうすぐ 2,3 時間後に、日銀短観がどのように作用するかというところを見ていきましょう。全体的には下落トレンドなんですけども、この日銀短観によって上昇に転換していくことは大いにあります、ね、特にここに V の字が出てますからね。そうなってくると、この流れが V の字を境にこういう風に転換していくっていうのは今までよく見た流れだと思いますね。さあ、そして私たちがトレードする1時間なんですけども、この1時間どのように見ればいいでしょうか。これは今まで日足4時間でお話したのと同じです、ね、この辺見てください。収束して横ばいになってるでしょ。移動平均線が真横に伸びるような形になりました。そしてローソク足も上下のボラティリティを収めて、最初はここにあったのがここまで落ちてきて、このぐらいまで戻って、さらにここまで来て、下髭で戻ってここまで来て、だんだんちっちゃくなったでしょ。この動きがだんだんちっちゃくなったでしょ。つまり横ばいになったところに日銀短観が来て、どちらかへさらなる新しい方向づけをするってことですよね。今日はそれを見ていきましょう。どっちに行くか、今のところ私もね、何とも言えないですね。どっちもあり得るんで。で、日銀短観ってのは今までと同じ方向性で発表されたなら、今までと同じように下落の方向に行くでしょうし、今までとは違った展開が発表されるようでしたら上昇に行くこともあり得るかなと思いますけども、今の時点では本当に何も分かりません。ですんで6時の相場解説で言えることはここまでなんでね、あとは9時とか10時ぐらいに判断をして、そしてね、エントリーに踏み切っていこうかと思います。じゃあ次の動画更新9時ぐらいにしようかと思いますけども、場合によったらね、それを抜けて、正午もしくは13時ぐらいにしようかと思います。速稼塾限定動画のご覧の皆様、そして FX オリガルヒをご覧の皆様は、上田総裁のね、ヤフー記事の方、こちらの方をちょっとね、この後につけておきますので、よろしかったらご覧ください。それではまた次回の更新でお会いしましょう。はい、どうもお疲れ様です。今回ですね、ヤフーのニュースからお届けしたいと思います。現代ビジネスの記事です。上田総裁の決断は近い、1ドル130円台の円高反転、日本株を左右する大転換へ日銀12月19日会合に備えようとあります。12月19日というのは来週のことですけども、1ドル150円台で随分長い間推移していたんですが、ここに来てね、一時142円をつけたということで円高が急に進んだわけですよね。で、このまま円高が進んでくれれば輸入物価が下がりますんで、コストアップインフレは終わるとも言えます。しかしですね、それだけで負荷さえは終わらないんですね。で、
その問題はまた別に置くとして、なぜいきなり円高が進んだのかっていうことで解説してるところがあるんですよね。それは植田総裁が1ドル130円台に向かわせるために、一応ね、金融緩和をしていたものを今度金利を上げ始めるんじゃないかなってことですよ。その発表はまだないんですけども、ただいろんな解釈をして、植田総裁がそうするに違いないというメディアのちょっと偏った報道はありますよね。ただメディアっていうのは財務省に発言権を握られてますから、財務省がこういうふうな形でね、情報をまずはバルーンを上げて様子を見ろっていう感じでやってる可能性はあります。で、防戦一方だった日銀というふうにありますけども、まあ、この辺もね、記事を読んでいただくと、なんとなく来年どういうふうにすればいいのかなってことが分かってきます。で、日銀が追い詰められてるのは一目瞭然だとありますけども、そんなことはないんですよね。うん、そもそも財政出動まだ全然できないわけですよ。財政出動ができてないとどういうことが起きるかっていうと、日本の世の中にお金が回ってませんから、商品やサービスが売れずに困ってね、デフレになってしまってるんですよ。だから外国から高い値段で仕入れても、それをね、赤字同然で叩き売らないと物が売れない、それでも物が売れないみたいな感じになって、消費者の購買力がもうないんですよね。その結果どうなってるかっていうと、3食を2食に減らすとかね、2食を1食に減らすみたいなことが起きてるわけですよ。で、これは総務省のデータにもありますけども、子供のおもちゃとかランドセルやシューズを買ってあげられなかったっていう経験をしている人がね、この日本に相当数出てきてるわけなんですよ。まあ、およそね、50% から70% の割合で、当たり前に日常的に買うものとか消費しないといけないものを我慢してるっていう風なところまで来てるわけですよ。もちろんそこそこ収入がある方は違いますよ。年収1500万2000万っていう方は違います。ただ年収1000万でも自分の生活様式を支えるのにはもうね、かなり限界が来てるんですよ。というのが、年収1000万で急に1000万になるわけじゃなくて、その前の段階として700万や500万、300万が当然あるんですよね。その時その時に応じて、将来の所得の見通しに合わせたローンを組んでるわけなんですよ。しかも低金利時代のローンですから有利ですからね。ところが、それがそうもいかなくなって、20年前、30年前に組んだローンや支払いが、ここに来て利上げとかね、それから可処分所得の圧縮とかになってくると相当きつくなるんですよ。うん、その代名詞がローンの残ってる家を叩き売らないといけないっていう問題ですよね。これはね、かなり深刻なんですよね。ちょっと話がそれましたけども、ここに来て円高になると何が起こるかっていうと、当然ですけども長期金利、家や車のローンが爆上がりして、今度はね、本当に買えなくなっちゃうんですよ。今までも当然買えなかったんですけども、もう雲の上の商品やサービスになってくるんですよね。ますます不景気になるというところを考えると、円高に舵を切るのも危険かといって、円安を放置しておいても様々な問題が起きてくる。コストアップインフレは終わらないっていう形で、財政出動が全然できてないからね、こんな地獄、行き詰まりになってるわけですよ。で、安倍さんがね、三本の矢とかいうアベノミクスを打ち鳴らした時に、日銀はちゃんと金利政策をしてくれたんですよ。ただ財務省がそれに応じて財政出動しなかった、いわゆる裏切ったわけなんですよね。それによって日銀が、もしくは国内の民間銀行が、ただ利ざやを取り上げられてひどい目に遭っているっていう、まあそんな形です。それでも粘り強く金融緩和を続けてくれて、地方銀行には国債を買って利益を出してもらってるっていう形ですよね。で、そういうことを考えると、この記事っていうのは、うん、なんか本当なのかなと思っちゃうわけですよ。植田総裁はまだまだ金融緩和続けるんじゃないかなと思ってます。ただこれはね、本当にね、朝日新聞や現代ビジネスがそう書いてるからそうなんだって理解するのか、それとも自分で考えて、いや、そうは言うけど俺の考えはねっていう形でトレードに生かすのか、ここが選択とセンスの問題になってくるんですよ。皆さんはどう思いますか？私は日銀の長期金利を引き上げることっていうのはしないと思いますね。ただしないまでもするんじゃないかなっていう風な、マーケットの予測や見込みがきっと円高の方向に向かわせる瞬間っていうのが、先週の木金みたいにね、あるはずです。はい、ということで今回終わりです。